やってますよね。ちっちゃいのね、ものすごくね、あの見た感じ綺麗じゃないんですよ、メイクしてて。わかります？優雅な感じってないんですよ。でしかもこういうのでやってると、言葉悪いんですけど、18歳ぐらいの子がなんか一生懸命やってる感じに見えるんですよ。大人なんで、やっぱりアラサーからのメイクっていうのはやっぱり仕草も綺麗でないとということになると、やっぱりペンも大きな方がかっこいいんですよ。こういうのしてわかるでしょ。描きやすいもあるし、やっぱり見た感じの仕草がかっこいい。だこれはあの、まあ、子供さんがいらっしゃったら子供さんも絶対見てるんで、お母ちゃんなんかケチいことやってるかなって言ってる、こういうのも全部やっぱり出るんですよね、そのメイク。だから僕はいつもこういうのを使ってくださいって言うんだけど、このブラシちょっと見てください、先っちょね、こういうのなってるけど、もうぼやけてくるんです。こんな見てください、このさ、もうこれほとんどチップみたいなブラシなんです。これいくら一応こうなってるけど、これ何型っていうんですかね、なぎなた型、わかります？ちょっとこうなってる、でこういう風になってるから描く方向があるんですよ、わかります？こういう方向に入れない、こういう方向に、で向こうへ行くときにこうまたこういうシートを入れてるんですよ。これ方向変えなあかんです、こうして、わかりますよね？これも一緒で、こう入れるんだったらこういう風に変えなあかん、わかりますね？1番2番逆になるからね、方向がね。だから右へ下ろすときはこうやって片手でそのまま皆さんにこう書くんだけど、これ手っていうのは空中でブラブラしてたらやっぱり不安定なんですよ。添えてってメイクして添えてものすごく大事で、もし何もないとこだったらこういうふうにしてここ角度をつけて、これだけです。それでここは安定してるから脇締めてください。折り色方向は、ね、安定するでしょ。でこれここを変えたら今度こっち側をひっくり返ります。手をキュッとひっくり返します。ここわかります？こうなるんだから。そしたらここの山からはこういう、わかりますね？で今度左側はそのまま今度こっちですね。でこう入れ替えますね。こうですね。